ビードロとは、徳吉祐介が開発していた、フリーソフトのグローバルイルミネーションレンダーラである。メタセコイアで作られた、モデルデータのレンダリングに使われていた。グローバルイルミネーションを用いた、フォトリアルなレンダリングが主な機能だが、ノンフォトリアルな効果を得る機能も搭載されている。また、拡散反射の反射率が1以上になるといった、現実には存在しない材質や、 複数のシーンをどこでもドアのようにつなげるジャンプという独自機能がある。ティルトレンズやシャトウエイにも対応していた。FBX、マコ、ルホは 3DS、アブッチ、DXF の形式のファイルのみを直接読み込んでレンダリングすることも可能で特にメタセコイアとの親和性が高いが材質などの情報を記述した独自形式のシーンファイルを用いることが 一般的である。また近年のバージョンではメニューからも材質などの編集が可能になったが、オブジェクトの配置や照明の設定に関してはあらかじめシーンファイルに記述しておく必要がある。Mac Studio は標準で B ドロとの連携に対応している。頻繁に更新されることも特徴の一つであった。 バージョン名は公開した日付が基準となっているが、必ずしもバージョンの数字が公開日と一致するとは限らず、更新の多い時には翌日以降のバージョン名になったこともある。2010年7月、開発者の徳吉雄介は、スクウェアエニックスへと転職し、ビードロの開発は、第10万630版で終了した。メタセコイア4マスターブック。 3DCG モデリングの基本応用を踏みかわめの2013年12月 ISBN978 から48億7783万3190、16ビードローレンダリングマッカストディオ、ハットリアルタイムグローバルイルミネーションの進め切磋2012年。ありがとうございます。